3000発を上げるって言ってますからね、はい、完全に駅のポスターの受け売りですけど、まだこんなもんじゃないんでしょうね、きっとね、これ1時間ぐらい見させられてもちょっとねなりましたね。
だいぶ取りやすくなります。大丈夫。
見たね。あ、終わっちゃいますか。まだですね、でも45分までなんですよ、うん、あと20分くらい。あ、来た。あ、これでかいよ、これ、これでかい、でかい、でかい。あ、はい、早かった。うわー、すごい。え、うわー、え、すごいですか、これ。お、すごい、画面いっぱい。すごい、すごい、画面いっぱいで撮れました。すごい、すごい。もう音がなんかちょっと、音半端なかったですもんね、今。すごかったです。バーンと花火の音です。でっかい一発、でっかい一発。結構いっぱい止めましたよ、これ実力したんですよ。最高ですね、一番でかかった。あのこのちょっとこの距離でこれはどれぐらいいるかちゃんと分かるようになりましたね。これでかいとか今からまださらに。そうですよ、うん、だってクライマックスだった。今これはちょっと少し携帯充電しておいて、クライマックスに備えて。そうですね、もう電気もう1個しかなかった。もう無駄打ちしません。もう9月にやる予定だったけど、エイペックがやったから、11月ずらしたんですよ。
気は熟してない。まだ気は熟してない。野球好きですか？野球好きです。野球好きですか？あ、最近ちょっと、あの、WBC はちょっと、見てたんですけど。誰もですよ、イチローですか？もちろんイチローですか？やっぱりイチローですか？最後の一発がね。ねえ、見せますね、やっぱり。持ってない。持ってない。普通だっただけじゃないですか？僕も全社 DVD 撮ってる。あ、本当ですか。あれ、終わったか。いや、まだですよ、まだですよ。嵐の前、静けさですね。あ、はい。何これ、面白い。新しい、新しい。新しいんだよ、これ。今までない。これちょっと。おー、あ、すごい、すごい、すごい。いいよ。今完全にないですか、もう余韻のみ。あ、やれ、新しい、新しい。なになに、女性だ。なんで新しい。なんか昔の花火って比べて今のはな、複雑な花火多いですよね。そうですね。なんかミッキーとかまだ出てないですね。あ、そうそう、ミッキーみたいですね、こういう。あ、ニコちゃんマークとかな。そう、ね、まだ出てない。あれだ。ああ。ちょっと見やすい、やっぱり。すごい出た。ああ、これもちょっと予算だから。はい、出た。おお。あ、全く。あ、本当。あ、ちょい全く違って。仕事で。忙しいですね。あれちょっとアップにしたでしょ。アップにしました。ね、でもアップ。あ、これでかいよ、これでかいよ。おお。チャンス、チャンス、あ、すごいすごい。おお。取った？取れた？ちょっと回る。あ、いいじゃん。そう、ちょっと見られてる。見てるのを見られてる。そう。気にしてる人たち。しないじゃん。それで大丈夫。動画だから。動画なんだ。動画だったら失敗しないね。フィナーレの動画とかも一番振り返りますね。そっか。あ、それはわわわわわってマヤとかで連れてくれて、なるほどなぁ。3ヶ月間くらい週に1回来てた。さすが、いや違うな。俺もいたわ、そのアイディア。あれはヘリコプターか飛行機ですね。なんかね、お金持ちがね、マジ飛ばしちゃうからさみたいな、そういうやつ。監視用じゃないんだ。いや本当にあのチャーターで見てる人いるよ。夏とかもっとありますよね。屋形船とかじゃなくて、なんかもう畳に飛ばしちゃうよって。すごいな、すげえな。そこまで寒くないからいい。そうだね、今日ね。もっと寒いかと思った。この時期でもいいね、花火大会ね。あんまかぶるよりね。空が澄んでて綺麗ね。カラコラとかってすごい風が抜けなくて、煙って全然見えないでしょ、近くに。大体みんなここら辺の人。あ、そうですか。みんなじゃあ、みんな今日来てる人。あ、私も超近く。自転車行きましたか。自転車行きました。いつも土曜日ランニングして、ここ走ってるんですよ。あ、そうで、その辺でヨガしたり。出たらめようが、ちょっと教わったのをまた教えてみたいな。本当、あなたやらなくなったんでしょ、だから。もっとなんとなった。え、本当ですか。まあ僕も見てる。にゃんにゃん。洗濯機を乾すぎだろ、多分入る。そんなに言っちゃいます。
バイトみたいになってて。何分？あと10分。あ、そろそろ3分。いや、まだ気が熟してないよ。あ、半分半分。あ、ほんと？僕で充電してないやれ。携帯がね、もうこれなんかぶっ壊れてるね。たまになんかなんかよくわかんないバグ。わざわざ来たのに。自分のことを言ってね、ピアノ演奏が最後受けてよかった。